たついに来たよしということでですね、ついに来ました、こちら。もうね、注文して1ヶ月もあったからね。じゃあもうね、早速開けていきましょう。楽しみだな。チャンネル開始から4年、念願のカメラです。いや、これはちょっと楽しみすぎる。オープン、よいしょよいしょめっちゃが、めっちゃ服ば、めっちゃ梱包されてる。いらん、なんもいらん。おお、重った。すごいぞこれ。まずこれからね、開けていくわ。早く開けよう。よいしょ。もう1ヶ月もあったからね。うわでか。うわーうわー、これこんなね、こんな雑に扱っていいもんじゃないんですよ。こちらですよ、こちら。まだあるんですよ、まだ。これ何なんだろう、開けてみよう。これはレンズの先につけるものだね。これはすごいわ。最後ね、これ、これですよ。これいかついな、いかつすぎる。これはいかついて、うわうわ、これめちゃめちゃいかついな。うわーすごいわ。皆さん、これいくらすると思います？やばいですよ。これがね、だいたい50万円ぐらいで、ここにレンズを取り付けるんですけど、これがね、20万弱ぐらいでした。つまり、カメラの外側だけで70万近くしてます。やばいです。で、カメラも見ていきましょう。開けてよ。うわ、かっこよ。え、中身めちゃめちゃかっこよいんだけど、なにこれ。多分ね、もうほとんどの人は、あ、そんなカメラがあるんだとかね、いろいろ思ってると思うんですけど、多分ね、ダイビングしてる人、え、そのカメラやばってなってると思う。多分めちゃめちゃ盛り上がってると思う、ダイビングしてる人は。あの、そんぐらいね、すごいものなんですよ。ちょっと開けてみようか、これこれやば、めちゃめちゃかっこいいやん。なんなんこれ。かっこよ、かっこいいなこれ、やば。ちなみにね、夜のこれの装備はもっとえぐいの。このライトをここにね、こうやってガーンって取り付けてやるんですけど、このライトね、なんと1万ルーメンあります。これです、こんだけ明るいです。はい、もう多分俺が何も見えなくなってると思うんですけど、ちなみにこれもやばいです、めちゃめちゃ高いです。これがね、20万円です。これ浮きなんですけど、これがね、浮き、これだけで15,000円。こうなると130万にこれ50万円がガーンって追加されるんで、夜の装備は180万円です。やばいです。僕今水産加工場立ち上げでお金全くないんですけど、水中映像の課金だけは惜しまない。でカメラがこれなんですけど、これが70万円ぐらいです。はい、でこのレンズは水中にはあんま向いてないんで、また別のレンズなんで、まあ、こっちなんですけど、このまな板の上今150万円あります。はい、軽トラより高いぞこれ。ということで、今日はこちら130万円のカメラがようやく届いたんで、それの水中映像で皆さんにお見せしようと思います。で今まではこの GoPro 9ってやつで撮ってたんですけど、もうこれからマサルチャンネルのレベルは1段階、いやもう5段階ぐらい上がります。映像のクオリティが5段階ぐらい上がります。マジですごいカメラだから、こっからの水中映像ご覧ください。さて、こちらが100万円超えの映像になります。いかがでしょうか。ということで今日はですね、とりあえず綺麗な水中映像をお楽しみください。なるべく黙っときたいんで、生物の名前だけ紹介していきますね。こちらはソラスズメダイの群れです。こちらはチョウチョウオ、実は美味しい魚なんですよ。テングハリの群れです。さて、生物を観察したところで概要に出ていきましょうか。概要はサンゴ礁の中とはまた違った景色になってるんですよね。こちらはクマノミ、イソギンチャクの中で暮らしています。
そしてこちらはですね、食材ですね。ミノカサゴの仲間。あんまり食用のイメージないんですけど、唐揚げにするとめちゃめちゃうまいです。アオウミガメも泳いでいました。さて、そろそろ魚をついていきましょう。潜航開始。ちなみにですね、ここは20メーターぐらいあるんで結構深いんですよ。マサル視点で見ていきましょう。ちなみにこの映像は GoPro 9です。ヒット。さて、何がつけたのでしょう。まあもうマサルチャンネルでは結構おなじみの魚ですよね。はい、こちらアジアコショウダイです。それでは脳天締めをして家に帰って調理していきましょう。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。いや、僕もね、動画の方確認してみたんですけど、いや、なんかね、思ってたよりって感じでしたね。なんか俺が思ってたよりだなって思いましたね。逆に GoPro すごいんだなって。本当はね、ボンベ背負って光をちゃんと当てながらね、映像を撮るようなもんなんで、まあそこが足りてないっていう部分はあるんですけど、まあまあまあ、よりはめっちゃ綺麗だけど、遠目の映像だったらあんま GoPro とそこまで大差ないのかなと思いましたね。そんなもんなのかな。まあそんな感じのカメラだったんですけども、まあせっかくね、アジアコショウダイで撮ったんで、今日はアジアコショウダイをさばいていこうかなと思います。ということで早速観察していきましょうか。はい、こちらがアジアコショウダイですね。まあアジアコショウダイの特徴としてはですね、口の中赤いんですよ。ほら、赤いんですよな、口の中が。で、あと特徴的なのはやっぱこの鯉みたいな感じのブルブルの可愛い唇ですよね。これね、めっちゃ柔らかい、ね、ちなみにですね、この魚はとある理由で値段がすごい安いんですけども、まあそれに関してはね、まあ後でね、答え合わせしましょう。今日はですね、こちらアジアコショウダイなんですけども、もう最近ね、野菜がすごい不足しちゃってるんで、カルパッチョにしていこうかなと思います。マサルチャンネル史上初めてなんじゃないでしょうか。カルパッチョなんておしゃれなものを作るのはですね、まあ僕は人生含めて3度目ぐらい、3回目ぐらいの挑戦になるんですけども、早速さばいていきましょうか。それではね、鱗を取っていきます。結構ね、キメの細かい鱗をしてますよね、アジアコショウダイは。よし、綺麗になりました。反対側いきましょう。はい、それでは頭を落としていきましょう。あ、鱗がついてる。じゃあ反対側。でも頭引っ張れば内臓がついてくるはずだと思いました。ついてきましたね、半分ぐらい。結構普通な内臓してますね。気持ち程度に内臓脂肪が乗ってますね。まあ、こんぐらいだったらあんまり関係ないでしょ。まあ、特段脂が乗ってるということはないと思います。じゃあですね、ここ浮き袋があるんで、浮き袋潰して血合いも取っていきましょう。じゃあ洗い流していきます。はい、そしたら綺麗になりましたね。これをね、三枚おろしにしていきましょう。アジアコショウダイとかコショウダイ系の魚って頭がでかいんで、結構取れる身が少ないですよね。三頭身だもんね、魚って基本。ウツボとかはね、めちゃめちゃ頭身がすごいよね。20頭身ぐらいありそう。スタイルがいい。アジアコショウダイは、あ、三頭身だな。
じゃあ試合骨外していきましょう。腹骨外していきましょう。胡椒台系はね、こんな感じでちょっとピンクっぽい身ですね。じゃあ反対側いきますか。反対側も皮に切り込みを入れまして、で背骨までいきます。じゃあ反対側、包丁を入れていきます。アジア胡椒台さばきやすいな。じゃあ腹骨をすいていきますか。あ、結構骨硬い。失敗した。失敗しちゃった。よし、オッケー。はい、そしたら血合い骨落としていきましょうね。硬っ。じゃあですね、皮を引いていきましょう。よし、オッケー。あれ、意外と脂乗ってない？結構いいかも。今日はね、マサルチャンネル珍しくイタリア料理なんで、ちょっと透明な皿を使ってみましょう。透明な皿に盛り付けていきます。なるべく薄い方がいいよね。丸く盛って、その上からね、野菜を盛り付けていくような感じでいきますか。よし、じゃあ盛り付けはこんなもんでソースを作っていきましょう。で、ソースはですね、レモン汁。マジでめちゃめちゃ久しぶりにカルパッチョ作るわ。で、塩です。で、混ざったところでニンニク。この頻度で唐揚げ作ってると一瞬でなくなるんで、この大容量ニンニク。今日唐揚げなくてね、みんな寂しいと思う。ごめんね、そこは申し訳ないと思ってる。で、ここで来ました、オリーブオイル。さて、今レモン汁とオリーブオイルが分離してるんで、融合させてやりましょう。よし、いけ。多分ね、レモン汁にしか塩が溶けてなくて、この後味にムラがすごいと思うんで、なるべく混ぜ切っときます。こんなもんかな。しっかり混ざりました。じゃあここで玉ねぎです。あれ、これ芯がないわ。多分全部食えるわ。じゃあオニオンスライスを作っていきます。こっちの方が切りやすいな。オッケー。じゃあ水でさらしていきましょう。はい、それではね、さらし終わったものがこちらになります。よいしょ。でも玉ねぎにね、味付けちゃいます。もうサラダですよね。じゃあこれをね、乗せちゃいますか。玉ねぎを。で、これでちょっと寂しいんで、バジルでも散らして、ミニトマトでも散らしといたらいいんじゃないか。うわ、かわいい。女子力高い。いいんじゃないでしょうか。完成です。はい、それでは完成しました。いただきます。カルパッチョすごいよな。俺も成長したよな。本当にもう唐揚げしか作れなかった俺がカルパッチョ作ってますよ。いただきます。あ、美味しいわ。美味しいけど、カルパッチョって店で食べたことがなくてさ、どんな味が正解なんかわからんのよ。でも美味しい。ちょっと塩入れすぎたの。うん、そういえば、そういえばや、アジア胡椒台あれが出てくるんですよとか言ってましたけど、あれ出てきてなかったね。あの、基本的にアジア胡椒台とか胡椒台系の魚って皮目にディディモゾイドっていう寄生虫が入ってることが多くて、もう俺の感覚 80% ぐらいの確率で寄生されてるんですけど、入ってなかったね。寄生虫を見せたかっただけ。なんかその中に寄生虫がよく入ってるんで、アジア胡椒台って値段がめちゃめちゃ安いんですけど、ただ味はすごい美味しくて、結構ね、味濃いんですよ。なんですけど、カルパッチョにすると、なんだろう、アジア胡椒台の
味の濃さが、まあ、やっぱり酢とかオリーブオイルでなんかいい感じに打ち消されてて、甘みだけ感じる。魚の甘みだけ。面白いね、カルパッチョって。美味しいわ。美味しい。はい、それではごちそうさまでした。ということで、まあ今日はですね、新しいカメラを買ったんですけども、皆さんいかがだったでしょうか。まあやっぱりあれですね、寄りの映像、まあ、すごい近くの映像はめちゃめちゃ綺麗ですね。まあこんな感じでですね、新しいカメラで新しいクオリティでやっていこうかなと思っておりますので、今後ともぜひぜひ応援よろしくお願いします。カメラ代をね、取り返せるように頑張ります。はい、ということでですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。